明治期に来日した外国人が描いた日本の風景と、彼らが母国に持ち帰った日本人が描いた日本の風景を収集しているコレクター、高野光政。彼が日本へ里帰りさせた作品に描かれた今は亡き明治日本の貴重な姿。非常に貴重なもので、なかなか入手困難なもんなん。拝見しました時に、まあ、本当に驚きました。水彩画としても極めて高い技術で描かれている。美術の専門家たちをもうならせた高野光政コレクションの魅力とは。明治期の働く庶民の姿というのを好んで描いておりまして、漁網を編む男性というのがあるんですけれども、それを本当に漁網の細かい編みというのを緻密に描いておりまして、まあ、そういうところには笠木独自の優れた画技というのがよく現れているというふうに思っています。子供をおんぶしている子供たちの姿っていうのを当時の外国人たちは見て、で非常に驚いていると。イギリスの上流階級の人たちからすると、大人でなければ子供を世話することなんてできないと考えられているのに、日本では子供たちが子供を育てていると。そしてそれは日本にやってきた外国人たちの作品にも反映されているわけなんですね。形として正確に写して描くことができているということ、遠近法だとかそういったものがしっかりしていて、不自然さを感じさせない描写ですとか、色彩のメリハリですとか、全体としてのバランスの良さですとか、そういったところが他の画家たちと比べて際立っていると思います。3人の専門家たちが語る映像を公開。高野光政コレクション、発見された日本の風景。